山月移住者の日記のもじゃまるです。今日ははいはい東の海岸線沿い海岸沿いのコースを歩きに来たんですけども、はい、今ここにいます。城ヶ崎海岸駅ですね、はいはい、でここから城ヶ崎海岸のこう吊り橋の方に寄って、うん、この海岸沿いのコースをぐーっと行ってこっちの吊り橋まで走っていきたいと思います。はい、で帰りはまた電車でここに戻ってくると。そうですね、はい、じゃあ練習行っていきたいと思います。結構等間隔に看板が出てるから歩いていいの？うん、分かりやすいの。来ましたよ、城ヶ崎海岸着きました。このままこっちでいいかな。はい、門脇駐車場から行きます。はい、はい、門脇灯台ですね、これが。おーね、これが門脇吊り橋ですね。おお、オッケー、行こう。今日の目標はね、止まらずにずっと走り続けるっていうところが。おお、おお、すごい。これは気持ちいいぞ。すごい。え？ちょっと止まります。もう止まっちゃったな。あ、伊豆大島や。この景色は止まってみた方がいいでしょ。伊豆大島見えるよ。すごい。これ下見てみ、こっちこっち。めちゃめちゃ怖がってます、このランナー。怖がってるぞ。いやー、おー、すげー。サングラスがあの全然落ちないのがもう嬉しいです。さすがグダーやな、ね、今日つけっぱだからもう紐もしてないんだけど、ちょっと走っただけでやっぱもう暑くて、ウィンドシェルはもう脱ぎ捨てました。開放感抜群でいくで。さあ、ゴー。今走りやすいわ、涼しくて。あー気持ちいい。こんなトレイルあるんやで、まだ伊豆には。これはめちゃくちゃいいよ、ほら。いい感じだね。ちょっとね、止まらずとか言ってね、当初言ってたんですけど、ちょっともうこれいい感じのとこ来たら止まろうか。島と行くんや、これええな。ティアの荒々しさ、うわやばいな。すごい、今日ちょっと荒れてますね。いいね、まあ、でもその分ちょっとね、人も少ないから、うん、走りやすいね。階段きちいです。走って登るのきついね。フラワーガーデンですね。ここですね、門脇駐車場からここを今ここまでですね、はい、来ました。で、ここからこのね、この道に合流して、ここまでですね行って、で、こう行ってこの駅で、で、電車乗ると。そうだね、いうルートですね。はい、じゃあ、今10分の1ぐらい来たわ。お、まだまだやな、頑張ろう。もう汗だくこなってるやん。汗だくこです。ダクミ？ダクコです。こ、城ヶ崎自然研究路行きます。はい。じゃあ行こう、スタート。スタディ。スタディ。トイレもありますね、ここに。ここのさ、道はめっちゃトイレがある。トイレと自販機多いからいいね。ね。今日はもう駅から来て10キロぐらいかな。そうだね。ちょうど10キロぐらい。はあ、気持ちいい。え？うわぁ、なにこれ、石の展望台やん。すごい、これ絶妙に花が咲いていいね。かわいい。あ、あそこから来たんや、ほら、あっち、 あの灯台、ほぼスタート地点。もうここ結構来たね。いいね、いいね。
景色の移り変わり感じやすいね。気持ちいい。二丁の亀裂っていう場所に来ました。二丁切れてる？二つに。え？うわ二丁や。じゃあ二丁かどうか見ようか。気をつけような。うわ潮風が吹き荒れてる。吹き上がってます。すごい。すごいよ。すごいすごい。はいはい、うわこれは割れてるわ。すげー来たー。ここやっぱいいな。来た、大好きな場所。意外がね、意外がね、ここめちゃくちゃ広くて岩々しくていいよね。もうお昼寝したいぐらいなあ。本当ね、意外がねの専用駐車場からは歩いて5分ぐらいだからね、この景色。しかも意外がねの駐車場無料やんな。めっちゃおすすめ。これでこの広さとあそこの伊豆大島、ほんでこの先にはね、すごい。今日はとびきりすごいですね。今日すごいな。橋立てまで。今ここやな。そうやな。でここから。結構なんかよくわからないけど地名が多いよ。うん、でこの橋立てまで行くと。でこっから伊豆高原駅で帰ると、はい。そうやな。丸めとって。丸めとって。丸ねありました。丸ね見逃さないですよ私は。丸に敏感やからな。何があるかよくわからないですけど丸ねがありました。日本一丸に敏感な女、丸ね。いいね。皆さんぜひ丸ねのところ同じポーズやってくださいね。はい、ファイト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 。いいよ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 。あ、爽やかな顔してるよ。はい、爽やかな顔してる。はい、はい、爽やか。トヨに来ました。トヨ、トヨに来た。トヨトヨのすぐのところで一応道路に離脱もできますが、うん、ここまで釣り橋までは一応ね行こうと思ってて、もう少しね落ちて、ふぅっなべ、ここはいい。ここもいい。ここもいい。ここもいいね。気持ちいい。橋がかりっていう場所に来てました。橋が近いということか。ちょっとね、これ行ってみよう。ここ？お。すごいね、ここ。はい。うわー。津島の滝展望台。めっちゃ整備されてる。ねえ。うわー。すげー。いいねー。いいです。大淀小淀折口。まあスポットがめっちゃ多いな。スポット多いな。観光地やな。よし。さっき見てたあの駐車設備みたいな。が、おお、そこ乗れるんや。あ、
すごいいいスポットやなこれは、ね、こういうところ行く、行くな、うわかっこいい、ここなんなん、なんでこんなボコボコなん、ここだけ、これすごいね、うわここすごいな、すごいです、すごい、ここ来てよかった、これはいいね、うん、こことかも竜の背中みたいな感じやん、竜の背中行ってみるか、じゃあちょっと行ってみるか、はい、どうでもいいわそれ、すごい、これはすごいぞ、柱状節理です、もうあとね釣り橋まで 50m です、はい、ラスト、橋から橋に橋をつなぐトレイルです、はあ、橋立て釣り橋です、ここは安全、はい、おお、しっかりとした橋や、あ、でもめっちゃ揺れる、ほんまや、縦揺れ縦揺れ、あ、門脇と似てるな、うわー、うわー、いいね、ほんまや、ちっちゃい小島ね、門脇はでもさ、この波がさこういうとこまでバーンって打ち付けてるやん、ここはここ止まりだよな、今日真っ青だね、そらな、快晴オブ快晴や、いやお疲れ様でした、気持ちがいいね、はい、よいしょ、お疲れ様でした、お疲れ様でした、気持ちいいトレイルでしたね、いいトレイルやね、よし、じゃあこっちですね、こっちか、はい、戻ってきました、結局ね駅電車使わずに、ね、走って帰ってきました、そうね、ちょっとトレイルが思ったより短かったんで、ねえ8キロぐらいしかなかったな、今日の目標10キロを目指して、はい、走ってきました、やっぱロードでも足に来るね、結構来てますね、まあでも一駅分のあの電車賃浮いたから、ちょっとだけご飯あのおスープつけさせてもらいます、じゃあ私はソフトクリーム食べる、あ、それ私もで今からご飯行きます、はい。